はい、お疲れ様です。お疲れ様です。立花会です。今日はですね、八王子のピンポイントさんに、伺ってます。で、はい、こちら本間店長になりますけど、よろしくお願いします。お待たせします。よろしくお願いいたします。で、まあ、今日伺ったのはですね、はい、まあ、最近あのディナミカとフォーエバーが入ったということで、はい、まあ、いい魚がたくさんいるそうなんで、特に交流の方ね、あ、これちなみにメタルね、こう、あの、こっちか、はい、T シャツですね、はい、あの、あ、これちょっと一応宣伝だけ、すずりで販売してますんで、よかったら説明欄の方を覗いてみてください。はい、ということで、今日はですね、アロワナの方を見ていきたいと思いますので、店長にですね、はい、いろいろお話を伺いながら、見ていきたいと思います。はい、じゃあ本編の方にどうぞ。ダイナミックレッドをですね、はい、じゃあ店長の方から今回のダイナミックの特徴などについて、ご説明いただければと思います。はい、しました。ダイナミックレッドですね、こちらもディナミカカッパーさんのスーパーレッドになります。で、今回は、ちょっと大きめのサイズになってますね。お、はい、で、やっぱりお客様ごとにお好みがあると思いますので、全ての魚種に関してですけれども、今回はまあ3匹とも別々のタイプの子をセレクトさせていただきました。なるほど。ちなみに今回このサイズ20センチ前後くらいですか？そうですね、ちょっとヒレも長いんですけれども、その分、うんうん、20、まあ、数センチぐらいですかね。 うちでも飼育してますけど、さっきの F3、まあ、うちでの比較になっちゃうんで、はいはい、あの、当てはまるかどうかは別にしてあれですけど、うちだとあれなんですよね、 F3 が発色面積ならダイナミックは、はい、まあ、面積は F3 の方が広い気がするんですけど、うん、なんかうちの環境では濃さ結構出そうだなっていう感じがしてるんで、結構ね、その辺、まあ、個体によると思うんですけど、ぜひぜひ、あの、ダイナミックも値段がね、あれですもんね、メタル F3 より10万円ぐらいお安い。そうですね、で、比較的リーズナブルな価格帯のスーパーレッドになるので、はい、まあ、初めての方からマニア様までご人気、人気いただいてますね。そうですね、僕はあの初めて買うんだったらダイナミック絶対おすすめですね、はい、そうですね、まあ、あの、これは多分2年ぐらい前からずっと言ってるんですけどいや、本当にいいと思うんで、はい、15万ぐらいですよね、14万5千か、はい、はい、ぜひぜひ、あの、初めてアロワナ買いたいけど何がいいかなって悩んでる方は、ちょっとね、あの、ピンポイントさんで、あるいはラフレシアさん、はい、ダイナミックレッドを取り扱いありますんで、ぜひ生で見てもらいたいですね。そうですね、うん、ぜひ生でやっぱりお好みの個体セレクトいただけると嬉しいですね。そうですね、はい、はい、顔的には顔の反りがそうっすよね、すごいですね、はい、まあ、でもどうなんですかね、スプーンヘッド、この子もスプーンヘッドで反りすごいですけど、やっぱりさっきの F3 の方が反り具合はちょっとピュンとしてた気もしますね。その辺がだから好みもあるし、グレードで、グレードといいますかね、その種類の違いが、やっぱりヒレの長さとかっていうと、僕うちで見ててやっぱりダイナミックよりも F3 の方が長いなっていうのは見てて思うんで、まあ、その辺がね、どれだけ自分の好みの魚探せるかっていう意味でも、こんだけバリエーションがあるんで、そうですよね、まあ、制御をやっぱ想像してみて幼魚を選ぶっていう方法も面白いと思いますね。ぜひぜひ。じゃあダイナミックが3本入ってるということで、はい、これがまあ1本目、一番左側、お店入ってすぐ左側の水槽みたいな感じですよね。そうですね、まあ、すぐ左でもないですけど、はい、じゃあちょっと隣の水槽にいるんで、もう1匹も、はい、まあ、先ほどのこと比べて一回りほどちょっと大きいかなと。おー、なるほど。その分体が長いので、はい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 、個人的にはそのより大きい氷を育てたい方とかにはおすすめかなと思います。なんかあれじゃないですか、今思ったんですけど、頭の縫い目の中も赤入ってますよ。そうなんですよ、選ぶとも若干うすら赤入ってますので、そうっすよね、発色も比較的早いのかなと想像はしてますね、はいはいはい、うん、後方の3ヒレの色味もなんかちょっと濃いめな感じするし、いいっすね。ありがとうございます。いや、もうぜひぜひ。こうやって違いがやっぱり一匹一匹ありますもんね。そうなんですよね。ちょっとあれですか、スプーンの具合はさっきのダイナミックの子の方があったかな、ちょっと急だと思います。そうですね、二流化なんですけれども、まあ、発色面だったりとか、そうですよね、あとの体のバランスだったり、はいはいはい、の大きさだったりというところを見比べていただければ、ね、いいと思います。だから、あの、宝山に近い頭の形の子が好きっていう方はこっちの方を選ぶでしょうしね。うん、やっぱりスプーンが強すぎ生好みじゃないなって方もいるんで、本当に好み分かれますもんね、この辺は。そうなんですよね。いや、でも可愛いよ、やっぱりこの鱗の内側とか結構斜め下からとか僕よく見るんですけどね、こんな画角でこう
上から照らされてるのどう映るかなって、今ちょっと多分映像だとなかなか難しいんですけど、こう斜め下から見てよくあのこの鱗の内側の、はい、なんていうんですかね、色のついたメタリック感のあるところがどこまで入ってるかとか、まあ幼魚ならではの光沢だったりもありますしね、いつもその辺見ちゃうんですよね。それがいいか悪いか別ですけど、いや、そこもお好みだと思いますね。そうですね、はい、いや綺麗だな、でもやっぱり、いやダイナミック本当におすすめなんで、はい、じゃあ3匹目のダイナミックレッドですね、はい、こちらも柄とタイプが変わると思うんですけれども、はいはい、あと肩口の細胞が今後発達しそうなタイプです ね。なんか結構体型に寄せてる感じのセレクトですか、ダイナミックの中でも、はい、これ結構ですね。です結構結構って何語？マッチョ系がお好きなの。いや本当本当。いいと思います。相撲とかはねたまに見ますけど、ダイナミックでこの体型って初めて見たかもしれない。いいっすね。いや僕はこっち寄りだなっていう。まあそこもお好みですよね。そうですね。まあやっぱ体型もそうなんですけど、食欲もすごいですね。あ、そうですか。いやこれすごいよこれ。おお、やっぱ全体的に入荷させていただいた個体も餌あげてるんですけれども、うん、はい、まあ、この子の食いつきはちょっと次元を超えてると思います。なるほど、かなり、はい、まあ、すぐ次の子はかっていう移行方法があるしてるので、うん、いやいいっすね。これでまあなんだろう、個人的にごついのが好きだから同じ価格だったらこの子選ぶかなっていう、はい、まあ、僕の好みですけど、はい、でも別にガタイいいからっつってそんなにね、はい、色色素が薄そうとか、おお早いなお前、早いな、全然追い切れないってだからいやいいっすね。でもまあうん、そうライトの色もちょっと違うんですもんね。そうなんですよね。こっちクリアっていうかあの透明な LED で、さっきのはあれですか、はい、フィッシュルクス系、そうですよね、はい、なんで、まあ、まあ普段ここオールクリア全面両面から見えるようなっていうのなので、うん、はいはい、また色合いも変わってきてるかなと思いますね。そうですよね。いやでもいいっすよこれ本当に。ちょっとねガタイがいい子欲しいけど高いなって思ってる方にはもう1匹しかいないんで早く来てほしいですね。ご検討のほどよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、ちょっと待ってください。ちょっと絵がね、絵がねっていうかピントがなんか合いにくいんですよ、あの手前のこの辺にあっちゃってちょっと待ってダイナミックさん、もうちょっとこっち来て、あ、来た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 、ぜひぜひあの体型の良くて値段的にもっていうかね予算に合いそうな子を探してる方がいたら、見てもらいたい1匹じゃないかなと思います。はい、はい、じゃあダイナミックレッドの方はこの辺にしたいと思います。はい、メタルレッドの F3 ですね。はい、まあ、今回入った個体ということで店長の方からちょっと簡単に紹介していただければと思います。はい、ディナミカカッパーさんのメタルレッド F3 ですね。今回全体的に小顔でヒレの大きい F3 を入荷させていただいてます。ちなみにお値段の方が、はい、24万8000円ということですね。はい、ちなみに私もあの F3 飼育してますけど、まあ、あの上井さんからプレゼントしていただいたやつなんですけど、はい、もう鱗の内が結構なんですか、ベタ赤になりそうな感じにもう発色が進んでて、今いくつぐらいかな、40ちょいちょいぐらいですね。去年の11月に、確か20センチぐらいできたんですよ。はい、だから結構成長は早いですよね。もう1年ぐらいで倍になったのかな、大体。実際あの拝見させていただきましたけど、結構赤みも強くて、はい、そうですね、あ、そうです、はい、そうそう、先日実は店長うちに来ていただいて、はい、見てもらったんですけど、この子もねスプーンヘッドでかっこいいですよね。そうなんですよね。もう今回入ってる方が絶対的にこういうレベルの高い個体になるんですけど、やっぱ個体によって、まあ、反り具合とか、はいはい、ヒゲの長さとかも変わってくるので、はい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 、なるほどなるほど。ちょっと予定数よりも入荷させていただきました。あ、そうなんですか、はい、予定数よりもちょっとラフレシアさんに無理を、あ、無理って、はい、クイさん持ってくなーって
本間店長持ってきすぎだよって思ってるかもしれないですね。ちょっと寄ってみましょうかね、はい、あの一回外して、ちょっとすいません、手ぶれしますがちょっと寄ってみてみたいと思うんで、こんな感じですね。いやー、かなりかっこいいですね。ヒレもでかいですね。そうですね、やっぱ泳いでる姿見るとまた写真とはまた変わった印象がある。全然違いますねこれ。鱗の内側もなんかメタリックで発色面積広そうですね。そうですね、期待できると思いますね、かなり、まあ、この価格帯でこの品質なんで、ぜひ予算に見合えば、はい、検討していただきたい一匹じゃないかと思います。はい、ということで次のアロワナ行ってみたいと思います、はい。追い切れない。もう一匹いるよ。ああ、気づかないって下行っちゃったから。でも木ですね。お、いいですね。気づいた？気づいてるね。気づいてるね。ああ、カメラが嫌か。嫌だね。ちょっと下がろうか。おお、行きそうでいかない。おお、行った。さすが。早っ。はい、じゃあ今度はメタルレッド F4 ですね。はい。まあメタルの最高峰。メタルレッド F4、はい、ぜひ店長、じゃあ紹介の方お願いします。はい、ギラミカカッパーさんメタルレッド F4 ですね。ギラミカカッパーさん最高峰クラスのスーパーレッドになります。はい、はい、この中のちょっと小さめの個体になりますね。20センチ前後、はいはい、ぐらい30センチ未満の子です。はい、こちらの子に関してはちょっとつまり気味ですね。全体的にショート系のフォルムをしてますね。はい、これでも背中の盛り上がりとかは、まあ、ショート特有のこの体型なんですが、ね、口の先から背中までシュッとこう、はい、そうですね、ね、でまあ、ヒレも大きいですし、で一時発色のやつからも始まったので、はいはい、両方期待できる。いや、ほんとほんと、ね、これはフィッシュルックスですけど、はい、さっきのだから例えばダイナミックとか最初の方に映した F3 とかは多分同じ環境のライトだと思うんですけど、やっぱり色味違いますよね。そうですね、全く違いますね。ね、でサイズだって20センチ、まあちょっと詰まり気味だから20ちょいぐらい、もしかしたら ね、はい、あるのかもしれないですけど、普通の体型だと、はい、でもこんだけ差がありますもんね。もう結構こういう体型がお好きな方には、うん、そうですね、刺さるんじゃないかな。はい、でくちばしというかフンというか、はい、ここの色味も結構濃いっすよね。はい、ヒレ長いし胸びれが全然違うもんね。体型も色もどっちか求めるとどっちかによるんですけどね、大体。そうなんですよね、うん、その両方っていうのはなかなか難しいんですけど、結構っていうかかなりいいっすね。ありがとうございます。すごいな。で鱗の内側ちょっと紫がかってますよね。そうですね、で輪郭の部分ちょっと赤いオレンジっぽくなってきてる。そうっすよね、もう発色始まってるし。そうなんですよね。そうそう、さっきの子たちとサイズ同じぐらいとは思えないですね、本当に。これ単独飼育したらめちゃくちゃ綺麗になるんじゃないですか。これちょっと公園させるのもったいない気しちゃいますね。単独の方が多分綺麗と思う。単独の方がいいっすよね。これだったら多分こらって言われる。店長とか高松さんとか福井さんにこらって僕がもしもこれ持って帰ったって言ったら、ちょっと待って、リクさん水槽ないでしょっていう。いや、もうそこは水槽も。え、あ、お買い上げで。あ、いえいえ。じゃあ店長の水槽でみたいな。はい、あ、違うか。あ、どうすか。なるほど。あ、違う、店長に営業かけるっていう。逆に、はい、まあまあ冗談はさておき、とりあえずじゃあ、今回2本ですよね。そうですね、はい、なのでもう1本も見せていただきたいと思います。はい、
はい、ということで2匹目の F4 ですね。なんかこっちの子の方がちょっと通常の体型に近い感じですか？そうですね、あのボディバランス的にもすごいいいと思います。そうですよね、特に胸びれの長さはすごいです、ね、いいっすよね。あの、まあ、完全に好みですけど、うん、完全に好みですけど、どっちが好きって言われたら僕多分こっちの方が好きっすね。あ、僕は尾ひれめちゃでかくないっていう全体のバランスに対して、で胸びれの長さもさることながら、うん、ちょっと難しい。メタルレッド F4 の特徴の大きな角切れっていうのが、うん、そうですね、映してますね。ちょっと一回手持ちに持ち替え、切り替えて撮影してみましょうか。はい、はい、でちょっと手持ちに持ち替えまして、多少あの手ブレするかもしれないですけど、こっちの方が寄れるんで、ほらすごいよこれ。いや、かっこいいな。いいですね、本当に大きいで、でかいですね。大きいですね、長いっちゅうかでかいっちゅうか。まあ、ぜひこういったヒレの長い子は実際泳いでる姿をご覧いただきたい。そうですね、いやかっこいいわ、いいっすね。あ、引いちゃった一歩引いちゃった思う。いいね、寄ってきてくれるかな。ええ、お、ちょっと優しい、ちょっと優しいちょっと優しいね、ちょっと控えめだね。んだから餌の食べ方も個体によって違いますね。そこもまた面白いポイントだと思います、うん。急に行くんだよな、それで。来た。このスピードは手持ちじゃなきゃ追いつけない。速っ。いいっすね。お、ちょっとやりすぎ。いや、でもいいっすね、食い気があって。はい、ということで、メタルレッド4、まあ、2匹目ですね。あ、お値段の方すれば言ってなかったですけど、はい、ちなみにお値段は46万円になります。46万。はい、いや確かにね、価格は、まあ、しますけど、でも全然違いますもんね、やっぱりこうやって見てると。そうですね、うん、まあ、あのいつかはって僕も思って、この間ね、はい、2年ぐらい前ですか、うん、確か福井さんのところで F4 買わせていただきましたけど、かなりね真っ赤になってるんで今。そうですね、ヒレもやっぱり大きかったですね。そうですね、赤身と、うん、だからそういう、なんだろうな、やっぱりまあグレードとかブランドとかっていうのはちょっとね、あの人によってその辺まあ賛否ありますけど、うん、でも F4 は基本的に九州行って見た時も、自分家で見ててもなんだろう、ちゃんと赤くなってるイメージしかないんで、はい、ぜひぜひ予算に合う方は生で見てもらいたいですね。これもう一級一匹入魂のにふさわしい杉尾。いや本当そう思いますね、はい、うちでもだって混泳の5匹の混泳の中で発色ですからね。そうですよね、ぶっちゃけた、ね、単独じゃなくてあんだけ色出てるんで、うん、素晴らしい魚だと思います。はい、じゃあミドルサイズ、はい、はい、撮影させていただきたいと思いますんで、一旦、ここで置きたいと思います。お願いします。はい、ということで、続きましてまた F4 ですね。はい、入り口入って、まあ、正面というかメインタンクの奥にある白い水槽になりますね。でこの子が今回入ってきた多分一番ガタイが良くなりそうな。ガタイがいいです、はい、そうですよね。でやっぱ入荷してた時ちょっとやっぱ白飛びしてたんですけれども、うん、ここ数日ですよね、もう輪郭のうっすらと。あ、出てますね。オレンジも出てます。はい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 、選ぶたも乗ってきてる。いや本当本当すごいっすねこれ。ちょっとやっぱそういう体型の子って発色遅めって言われるんですけど、ね、いや全然色乗ります。そうっすね、はい、ちょっと待って、ちゃんとね実は撮影しながらだけどまだあんまり生で見てない打ち合わせしてここかなみたいな話しかしてないんで、そうですねちゃんと見れてないんですけど、え背中も色乗ってますよね。そうなんですよ、もう輪郭つながってそうな気がする。つながるっていうかつながってんじゃないですか、うん、もう。白水、いいじゃないですかこれ。いいじゃないですかこれ。でも体型と発色どちらもっていう方にはもうぴったりな。これいいっすね。お値段って言っていいやつですか？あ、もちろんです。あ、これは税込み65万なんですけど、はい、さっきの F4 が確か46でしたっけ？そうですね、まあ、20万弱の上乗せですけど、それだけの価値は確実にありそうですね、うん。
いや、いいなぁ。え、サイズ25ぐらいですか？この子で、まあ、ちょっとヒレも長い目なので、うん、大体32、3ぐらい。さっきの子と比べて10センチ弱ぐらい。はい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 。とはいえですよ、この体型でこんだけ、だってちょっとこう鱗の内側がメタリックな青紫というかピンクというか、まあ、白水槽なんで、はい、そんなに濃い風には見えないと思うんですけど、確実に色入ってるよねっていう。そうです。でここ数日でやっぱり戻ってきてるので、うん、はいはい、でも色飛びはもう全然心配はしてない。いや、これすごい、顔ちっちゃいし。そうなんですよね。小顔っていうところもあって、やっぱりその分太鼓に迫力が、うん、そうですよね、余計そう見、いや太鼓もあるんだけど、うん、小顔がさらにそれを際立たせてますよね。やっぱ入荷した中で、うん、まあ、全体的に餌の好みを把握するために、うん、まあ、何でも餌あげるんですけど、はいはいはい、この子はやっぱ一番食いつきいいですね。あ、何でも一番最初に食べますし、ちょっとじゃああれですか、餌などをちょっとせっかく撮影いただいてるんで、はい、そうですね、どっから入れます？ここから入れてもらいます、はい、じゃあ この辺りから入ってきます。人工餌以外は基本的に全部あげてるんですけど、はい、まだ人工だけあげてないと思いますよ。カーニバルですね。カーニバル、はい、ちょっとじゃあ食べなかったら放送事故になる。どうだどうだ。おいって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 、お、間違いない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 。今食欲が大爆発してる。大爆発すごいなお前。行くじゃん。いいね。お、まだ行く。まだ行く。すごいな、お前。いいな。この体型でカニは行く。おお。まだ入荷して1週間。すごいですね。餌付けとかじゃなくて、もうこの子の食欲がもうそうさせるっていうか、本能がもう何でも食う感じですね。だ、餌付けもいらないです。いや、もう楽しくてしょうがない1匹。おお、そう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 。まだ行ってる。なんぼでも食うんじゃないですか、これあげたら。これいいっすね。やっぱり吐き出す様子も見られてないですね。いや、吐いてないですよ、まだ全然。普通は1粒目食べて2粒目ちょっと悩んで、3粒目は吐き出すみたいな。すごい、すごい、これ、いやー、これすごい FO 入れましたね。マジっすか、これ羨ましいな。これなんでガチシリーズの最後の時にこれがいなかったんだっていう。マリックさんも好きそうな体型ですね。いや、好きですよね、間違いなく。店長、タイミングよ、タイミング。あ、やっぱ同じ、これはアロワナ、やっぱ出会いですよね。出会いですよね。あ、もう一期一会なんでしょうがないです。一期一会なんですよね。もううちも買えないもんだって。いいなぁ、いいなぁ、これはぜひですよ、これ。あの、多分ですけど、僕やっぱり、ね、体型がいいのが好きで、そういうの買ったりとかして、いろいろ動画、まあ、YouTube 活動させてもらってますけど、多分ご覧になってる視聴者の方の中にはこういうの好きな人絶対いると思うんで、もうぜひ見に来てもらいたい、ぜひ見せてもらいたい、ぜひ見に来てもらいたい。すごいもんだって、落ちたカスクっていうもんだ。この辺ちょっと汚かったからって今店長が手で払っただけなんですけど。もう何食うのお前、どんだけ食うのお前。もう2、30粒来てます。いや、いいっすねこれ。ちょっと驚きです。いや、いいっすよ。おー、そう、びっくりした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 。全然食べるじゃん。いや、ちょっとこの辺にしとかないと、はいはいはい、あの、この子で動画終わっちゃうんで、はい、多分まだ食べると思いますけど、はい、とりあえず一旦この辺で次の魚に行きたいと思います。はい、この子は一応、まあ、今回ではなくて、まあ、前回便ですかね、はい、ということで一応じゃあ絵だけ押さえるということにしておきます。まあ、サイズ感的にもいいですし、まだちっちゃいですけど。 35? そうですね、40センチないですね。そうですね。で、頭とも背中完全につながってるんで、うん、はい、よく綺麗ですけどね。綺麗ですね。全然ちょっと挑んだ。そう言わないと。店長、お、すげえな、お前も食うんか。もう店長、どうなってんすか。こんなに食うっけっていうぐらい食ってますけど。なんでしょうね、特に餌付けとかはしてないんですけど。いや、いいっすね。何でも食べます。ほら、コメントは入れないつもりだったけど、多分入ってますこれ動画で、はい、いや、いいっすね、ほんと。これ全体みんなけど、すっごい鱗の内がメタリックに光ってるし、35センチぐらいでこれなら全然いいじゃないですか。これちょっとじわじわと仕上げてる感じです。そうですね、はい。で、この、なんだろう、極端にスプーンじゃないのがまたいいですね。うん、そう、ツンとはしてるんですけど、あの、昔ながらのアロワナに近い
なんていうかな、ね、ザ・アロワナっていう感じの体型じゃないですか、はい、まあ、そういうの好きな人はだいぶ直球でもうドストライクな感じしますけど、やっぱ他の子と比べてやっぱ一番突出してるのは頭の発色で、うん、ちょっと今白水槽に移動して飛んでる状態ですけど、うんうん、レベル高いですね、いやメダルもしてないし、うん、いいっすね、めちゃくちゃ綺麗よこれ。いやこの動画ここだけでまた5分ぐらい喋れそうなんで動画の尺がすごいことになるんで、とりあえずこの辺で一旦終わりにしたいと思います。はい、はいはい、続きましても、メタルレッド F4 ですね。はい、ちょっとミドルサイズの個体ですね。これも前回ですか？今回、今回です、ね。あ、今回。ほうほうほう。今回ちょっとミドルを中心に F4 は入れさせてもらってます。どうですか F4 の数は怒られないぐらいにしましたちゃんと。なんかちょっと怒られそうな気するけど大丈夫かな。ミドルに関しては多分大丈夫、ここ数年で一番入ってます、ね。一番入ってます。はい、ああ。気合い入れた感じですね。気合い入れてちょっと入荷させてもらいました、はいはい、ちなみに店長この子をセレクトしたなんかポイントとかその辺をちょっとお話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、全体的にちょっとだけ積もってる子なんですけれども、うんうん、その分ヒレが長くて、はいはいはい、だバランスすごいプロポサイと思うんですよね。そうですね。でやっぱ発色面ですよね、うん、まだ色飛んでる状態ですけど、うん、オレンジ色の一時発色ちょっと選べたから見られてます。え、30センチぐらいですか？30センチぐらいですね。ちょっとその分尾びれ長いので、はいはい、大きく見えると思うんですけど、うん、結構緑がかってません、ね、全体的に。そうですね、緑っぽいですよね。なんかこれ 白の LED ですもんね、だって今ね。そうです ね、白です。面白いの、反り顔の子なんですけれども、反ってるっていうよりも、はい、なんでしょう、肩口がボコンと上がってる状態で、はいはいはい、その分口先の尖りは少ない分、はいはいはい、やっぱあごずれが気になる方とか、うん、すごいいい答えだと思いますね、はいはい、いやいいですね。メタレもしてない、あごずれもない、シュッとしてるし、大きででっかいな。大きいですよね。なんか、てか全体的に大きいでかくないですか今回の B。 そうですね、店長のその抜き方が良かったっていうかいや、ディナミックカバーさん。あー、なるほど。余計なこと言うと、福井さんにコラって言われちゃうから、僕もあんま余計なこと言えないですけどまあ好みも出ちゃいますよね、でも抜くときに偏るというか、うん、どうしてもまあ、いろんなバリエーション今回、ね、はい、ちっちゃいのからミドルでも、うん、さっきのごっつい子みたいな子からこういうなんかね、そうです、まあ、結構万人受けするようなヒレの長さだったりしますよ ね、 すね、うん、この白水槽じゃない、白ライトでこの高山ヒレがこの小豆色っていうのがすごいいいなと思うんですけど、うん、フィッシュヌクスだとなんぼでも小豆色強く見えるじゃないですか。はい、ちょっと赤っぽくなりますね。そう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 、でも白ライトでこれなら全然、うん、めちゃくちゃ色素濃いんじゃないのっていう。すごい面白いのが、うん、やっぱアロワナって、まあ、本当に頭がいいお魚ですよね。そうですね。人間がやっぱ水槽の前に立っても、でちゃんと認識してくれて、うん、そうそう、餌もらえたりとか。そうそうそう。だからうちもそうそう、水槽の前に立つと、はい、餌かっていう。でもカメラを向けるとちょっとビビっちゃう子とかも。そうですね、います。だからうちの子たち映りたがりで、お前ら邪魔だよっていう感じになるんですけど。まあ、普段からやってるからもう慣れっこなんですよね、うちは。うん、この子はだいぶ色濃くなるんじゃないですか。濃くなりそうですよ ね雰囲気的に、うん、ということでじゃあ次のメタルいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあメタルレッドね4、はい、続きましてこちら店長の方からじゃあまたご紹介の方お願いします。はい、こちらもメタルレッド F4 のミドルサイズですね。はい、先ほど撮っていただいた子たちとここの2匹のちょうど紹介いただくんですけれども、はい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 、ここの2本はやっぱりその F4 の特徴の大きな角ヒレと、はい、ちょっと体が詰まりがほとんどないんですよね。はいはいはい、そうですね。体型はその体長というよりは通常の昔ながらのスーパーレッド、はい、でそこでヒレの長い子。なるほどなるほど。まあ、ヒレが大きくて、まあ、最長、まあ、最大サイズも狙いたいという方にもすごい刺される子かなと思います。はい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 、この鱗の内側もあれですね、背中黒いですね。それで黒いですね。やっぱ一匹一匹また違いますよね。でこれ白ライトですもんね今ね。これ白ライトですね、はい、さっきの子が多分緑皮っぽいって話してたと思うんですよ、はい、白ライトでまたちょっと違いますもんね雰囲気が。そうですね。でさっきの子がちょっと詰まり気味っていうお話でしたっけ。詰まり気味でしたね。そうですね。こっちは、まあ、標準的な体型で、そこで顔つきが細かい、そう小さな顔つきしてます。はいはいはい。いやでも本当いいっすね。今回どの子もね、なんかみんな一匹一匹すごいしっかり感あるし、個性が特徴が違いますしね。そうですね。これちなみにお値段は、あ、まあ、ミドルは一律と同じになってますね。はいはいはい、税込みで65万です、ね。そうですね。ちょっと隣の子も早速じゃあ見させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ続きまして、まあ、今の隣、今映したのがこっちで、
そのお隣ですね、こちらもミドルサイズということですね。そうですね、はい、先ほどのコイルも胴がもっとさらに長いです。ほう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 。顔つきも結構フラットの顔つきしてるので、はいはいはい、なかなかお好みの方も多いんじゃないかと。これ鱗の内側結構なんか色しっかり入ってますね。そうです、隣並びで同じライティングで同じ黒水槽でもっ、ね、やっぱり異なった印象出てきますね、うん、なんかさっきよりさっきの子が悪いとかっていう言い方するわけじゃないですけど、さっきの子よりなんかこっちの発色感は変わってくると思います。そうですね、まあ一時発色の速さとか、うん、よく見ていただくと鱗の端っこ輪郭の部分もちょっとオレンジがなってきてるので、もうもうもう間もなく出るよっていう感じしてますね。そうですね。あ、でもあれか、頭の形スプーンの強さはさっきの子の方はちょっと強いかもしれないですね。そうですね、スプーン系がお好きな方は左の方がお好みかと思います。そうですね、こっちのさっきのお隣の水槽でこっちは割と標準っていうんですか、まあ、なんていうんですかね、そうですね、お好きな方は絶対こっちの方がお好みだと思います。やっぱ頬の良さがありますね。ありますね、はい、もうあの僕はドストライクだったあの一匹がどうしても頭から離れないですけど、はい、ご早くありがとうございます。もう入れるとこないんで あれですけど、いや絶対ねこれこの子が好きって言っておーって喜ぶ人に絶対いるから見に来た方がいいです。そうですね、やっぱアクアリスト様の数だけお好みあると思う。そうですね、はい、じゃあ、次の、アロアナメタ行かせていただきたいと思います。はい、はい、ということでメタル引き続き、はい、メタルの F4 ですね。ちょっとお値段高い。そうですね、タニングってことでもう発色が始まってるから入荷させていただいてます、はいはいはい、税込み73万ということで、まあ、まあかなり高額な。そうですね、メタル、まあ、メタルの中でもっていうことですよね。ちょっと喜びは激しいんですけど、はいはい、でも綺麗ですけどね。綺麗ですね、うん、この内側のメタリック感がいいっすよね、やっぱり。そうですね、あとはもうはっきりやっぱり輪郭鱗を縁取るような中身も出てるので、はい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 、いやいいっすね。これもまあでも時間経ってね、今ちょっと色飛んじゃってあれですけど、慣れてくればまた戻ってきますもんね。戻ってきます。今ちなみに水温とかって水温が今28度ですね。ペーハー 7.3、はい、はいはいはい、やっぱりあれですか、これは、はい、入荷の時のそのメタリック感とのこのコントラストが良くてあれですか。そうです、発色の入り方と、うん、まあ、やっぱ比較的このサイズで発色鱗の模試の方までいっているので、うん、まず発色は約束されている部分があるかなっていうところと、ね、はい、あとおっしゃる通り鱗の輪郭の光沢だったり、うん、そうですね、これかなり今日でもね、今までいろんなメタルなりダイナミックなり見させていただきましたけど、一番メタリック感強いんじゃないですか。そうですね、オタクは一番強いと思うんですね。そうですよね、前にあの店舗入って入り口にね、はい、いたあのメタリックな子に近いものを感じますけど。近いですね、この子が大きくなってまたね、はい、色も戻ってきたらあんな感じになりそうですね。そうですね、色はもう大体まだ入ったばっかりっていうのもあるので、そうですね、まあ、大体あと数週間あれば本来の発色出てくれるとは思うんですけれどもね。そうですね、言うてね、白水槽ですからね、これ。そうなんですよね、うん、いやでも綺麗だな、やっぱり僕はあのね、メタリックの子欲しいっていう話を以前させていただいてましたけど、はい、あの時の子100万ぐらいしましたもんね。そうですね、それを思えばちょっと今この値段をさせてもらいましたけど、これ73万ですよ、税込みで、はい、まだサイズ感っていうのもありますね。そうですね、はい、で自分で仕上げる楽しみもあるから、はい、いろいろあのなんだろう、お得感があるんじゃないかなって、そういう意味ではですよ、いや高いですよ安いって言ってんじゃないですよそういった意味ではこれから自分で仕上げていく楽しさがあるっていう、はい、うん、その辺こういうのいいところだと思うんですけどね。そうですね、まあ、ジアローナの楽しみの方の一つだと思いますし。そうですね、はい、まあ、コーリューの魅力ですよね、うん、絶対ね、育成が好きな人はコーリュー一回飼ってみてもらいたいですよね、飼育とか育成が好きな人は。はい、ということでじゃあ今回、はい、これこの次が一応締めと。そうですね、 F4 の締め、まあ、仕上げていくとこうなるというコーリューをぜひ見ていただきたいと思います、はい、はい、ということでじゃあメタルレッド F4 の最後の答えですね。はい、はい、まあ、仕上がっていったメタルはこうなるっていうことで。そうですね、まあ、当店でちょっと仕上がってきたっていうよりも、まあ、環境にしっかりと慣れたメタルレッドになりますね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。ありがとうございます。めっちゃ赤いもん、ね、うん、いやすごいよこれ、このコントラストが半端じゃないですね。だってこれ顎下も色入ってるもん、この辺。あ、そうだ、この顎下、この辺、この辺、この辺色めっちゃ乗ってますよこれ。背中ももう乗ってますよね。背中はそうですね、今つながりかかってきてますね。
や、すっごい赤いもん、これ目の前で見るとよくわかるけど、めちゃくちゃ赤いですからね、これ、うん、この子もともと黒水槽にいたんですけど、やっぱり白水槽に移動させて、はい、ちょっと色がどんどん赤くなってきてる答えになりますね。はいはいはい。この子もでもね、鱗の内側が多分今はちょっとメタリック感が少し落ち着いてきてる、さっきの子の方がメタリック感強かった気がするんですけど、うん、はいはい、多分あれが成長していくとメタリックが赤に変わっていく感じなんでしょうね、きっと。うんですね、イメージは、まあ、染まっていく感じですね。そうですよね、はい、めちゃくちゃ綺麗だ。ちなみにお値段は出てます？そうです、78万円です、ね、税込み78万円。すごい綺麗ですよ、これ。これね、目の前で見ないと分かんないですよ、多分動画で見てても。めちゃくちゃ綺麗だもん、もうこのすっごい頬の赤さとか。え、サイズこれ40センチぐらいですか？そうですね、50センチないとは思いますね。40から50の間ぐらい、はい、ギリギリ50あるかなってところですかね。これでもこういうところをなんかね、なんだろう、こういう風に綺麗にできたらいいですよね、やっぱ飼育してて思うのが。なんかね、みんなが目指すその交流の理想の一つがここにいるような気がしますね。ありがとうございます、はい。まあ、やっぱりしっかり飼い込んでて色を出すっていう楽しみがすごい詰まってると思いますね。そうですね、もうぜひもうこの子見るだけでもね、ピンポンさん来た甲斐があるって多分みんな思ってもらえると思うんで、ぜひお店にこの子を見に来ていただければと思います。ぜひお待ちしております。はい、ということで、じゃあ交流編は、はい、一旦この辺で、締めたいと思います。じゃあ他のお魚さんの方も見せていただきます、はい、お願いします、はい。今回は、はい、フォーエバー便の、はい、カセキンとベニオ金牛の方、林さんの方で、ご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい。ちょっと成長しましたね林さんがね、ちょっと赤色に染まりました。ちょっとほら頭が、はい、だいぶ音楽系に寄せてきた感がすごいあって、はい、じゃあ早速、はい、ベニキンの方、ご紹介お願いします。はい、こちらの方ですね、はい、はい、じゃあまずはベニオ金牛ですね。はい、じゃあ林さんお願いします。はい、そうですね、フォーエバーさんのベニオ金牛です。大体15センチぐらいですね、うんうん、はいはい。まあ、多少個体によって、大きさはバラバラなんですけれども、はい、まあ、少し小さめのサイズを入荷いたしました、はい。今回何本入ってるんですか、ベニキンは？今回は10本入荷いたしました、はい。ちなみに、はい、今これ来てからどれぐらい経ってますか？2週間ぐらいですかね。2週間ぐらい、はい。餌は何与えてますか？餌はヒメダカですね。ヒメダカ、はい。まあ、このサイズだとやっぱりそういうあれですか、赤ヒレでもいい感じですかね。そうですね、赤ヒレでもいいんですけれども、うん、コストパフォーマンス的には多分メダカの方がいいのかなと思いますね。全体的に結構餌食いもよく、まあ、状態もいい状態でストックしております。はい、はい、続きましてこちらもフォーエバーの、カセキン牛ですね、はい。これはなんかあれですか、グレードとかなんか名前とかあるんですか？スタンダードグレード、あ、スタンダードグレード、普通のタイプですね、はいはいはい。こちらも今回入ってきた個体ということで、はい、まあ、今回3匹入荷させていただいたんですけれども、はい、まあ、3匹とも結構違う個性を持ってて、おー、なるほど、非常に楽しいですね。おー、この子はちなみに、こちらの子はちょっと口元とかに、はいはい、ちょっとオレンジ色っていうか、ちょっとシミができてて、はいはい、まあ、これからどうなっていくんだろうっていうのちょっと楽しみです。口元のシミ見えますかね。ちょっと分かんないですけど、どこだろう。ちなみにお値段の方が、税込8万5千円ということですね、はい。そうですね、比較的、うん、手の届きやすいような状態ではありますね。サイズが15センチ、もうちょっと大きいですかね。もうちょっと20いかないぐらいですか、ね、20いかないぐらいですか。これから育成するのが楽しい個体ですね。そうですね本当でもこの8万5千円っていうのは交流見てるとなんか不思議な感覚が、はい、ありますけどね。グレも綺麗ですよね、これでね。そうですね、まあ、一部頭光ってるところもあるので、はいはいはい、本当に、クオリティは高いと思いますね、うん。僕も大阪の佐野さんのところで実際撮影させていただいたことありましたけど、はい、やっぱあの時も綺麗でしたけど、やっぱりそうですね、安定してるんですね。そうですね、うん。ちなみにですか、はい、その3匹のうち、まあ、お隣の水槽がもうすでに売約済みと、はい、ありがたいことに1匹、
早くさせていただいて、はい、ありがとうございます。これは林さんの力で。はい、はい、なんか言わせたみたいになってるけど、はい、まあ、なんか金龍系は林さんかなり、ね、力入れて頑張ってるっていうことなんで。そうですね、はいはい、じゃあ続きましてこちらも、同じくフォーエバーのインディゴブルーですね、はい、林さん、じゃあこの子の特徴みたいなところをぜひ。そうですね、やっぱり名前の通り深い青が特徴的ですね。そうですよね。で入荷して、はい、そうですね、少し経ってるんですけども、やっぱりまだ色抜けしてる部分もあるので、まあ、これから環境に慣れてもっともっと色が出てくると思います。このさっきの子はかなり真っ金金っていうか、まあ、ちょっと明るい金みたいな感じでしたけど、また全然質感違いますもんね。そうですね、全体的に。さっきやっぱり入ってたのは、白水槽に入ってたので、うん、ちょっと白っぽい感じなんですけども、まあ、黒水槽に入ってるので少し何でしょう、濃いめの金質が出てますね、はいはい、じゃあちょっと横からライトを当てていただいて、どんな感じに実際見えるのかっていうのを、白飛びしてたんで少し下げました。かなり青が鱗の内側すごい綺麗に入ってますよね、はい、そうですね、非常に美しいですね、うん、基本的にはだから世に言う相手の流れにあるということで。はい、そうですね、まあ、一般的に言われるブルーベースタイプですね、はいはいはい、めちゃくちゃこうちゃんとね伝わってるといいんですけどね、めちゃくちゃ青いんですよね、鱗の内側が。そうですね、鱗の底っていう感じですかね、まあ、いわゆる輪底側ですよね、はい、ちなみにお値段が、25万円、税込み25万。はい、交流の価格帯からすると、すっごい安く感じるけど、グレード高いっていう、そういう金龍ですもんね。そうですね、フォーエバーの中では最高峰グレードになってる。そうですよね。いやこのインディゴはいつか僕もちょっと飼ってみたいなっていうあるんですよね。林さんがプレゼントしてくれたら考えようかな。頑張ります。まあ冗談ですけど。まあ、なかなかでもこんだけ青い子もいないですよね。そうですね、まあ、金龍の好きな方の目にこれがねどう映ってるか私はすごい気になるんですよ。私交流派なんで。まあ、ぜひでもね、金龍好きな方にも遊びに来てこの子目の前で見てもらえればと思いますんで、よかったらぜひ見に来てください。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きましてこちらもフォーエバーのインディゴブルーということで、林さん解説の方よろしくお願いします。はい、こちらのインディゴブルーの方ですね、結構、まあ、輪郭がはっきりして細い感じの金色が入って綺麗ですね、はい、でちょっと目が赤くて、はい、まあ、結構金質いいのかなと思います。なるほど。こちらの方も横からライト当ててみましょうか。そうですね、ちょっと横からのライトで見てみたいと思います。はい、お願いします。お、青い。もうすでに準備の段階で青かったっていう。こっちの子の方が青くないですか、気のせいですか。そうですね、来た時から結構色は落ちてないのかなと。なんか全体的に、ただあれか、青の濃さって意味では向こうの方が濃かったような気しますけど、青の面積こっちの方が広く見える。そうですね、まあ、結構金が細めに入ってるので、まあ、青く見える部分が多いのかなとは思います。はいはいはい、なんかも綺麗ですよね、この金龍も。そうですね。へー、ちなみにインディゴは今回2本ですか。はい、2本入荷しております。で、スタンダードが3本で、はい、うち1本が売約ということで、はい、なんかあれですね、交流の方が本数がなんかあれ、店長に枠持ってかれたみたいな。そうですね、入荷しすぎかもしれない。そうですね、ご紹介前にご売約いただいて。あー、なるほど。あー、なるほどなるほど、はい、わかりました。いや、僕てっきり店内の水槽は店長が仕切るみたいな感じでこう持ってかれた、枠持ってかれたんじゃねえかと思って林くんの心配しちゃいましたけど、はい、そういうわけじゃなかったみたいですね。はい、はい、いやでも金龍はこのあれすごいっすね、これ鱗のなんか色がすっごい鮮やかですね、こうやって見ると。そうですね、何これっていうぐらい今、ここの角度ちょっとこの辺から見た方がいいのかな、この角度から見たら今ものすごい綺麗だったけど、すげえこれ。はい、でこの子も一応お値段は税込み25万円ということですね。
そうですね、はい、まあなかなかね金龍でこの価格っていうのはまあ最高峰だっていうことなんであれなんですけど、はい、金龍はあの国内でも結構産卵されてる方とか繁殖狙ってる方とかも多いんで、はい、こういう綺麗な金龍の子とかもぜひあれですよね、見てみたいですよね、国内で。はい、ということで、インディゴブルーですね。はい、じゃあ金龍は一応これで最後ということでよろしいですかね。そうですね、はい、こちらで終わります。わかりました。じゃあということで、金龍の方はこれで終わりにしたいと思います。はい、はい、林さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、交流と金龍撮影させていただきました。今日はあの、本間店長と林さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、あのすごい綺麗なというか今回のディナミカ便もすごかったですね。そうですね、ディナミカ便、フォーエバー便、素晴らしいクオリティの個体が入ってきてますね。僕は交流好きなんでどうしてもそっちにばっかり目いっちゃったんですけど、はい、もうなかなか来て、なんなら僕今日10時に来て、はい、今もう4時なんですよ、はい、言うて6時間ここにいるんでまあそれぐらい楽しめるっていうことでぜひ、はい、あのご覧になった方にも遊びに来てもらえればと思いますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということで、今回は、アクアリウムプロショップピンポイントさんから、送らせていただきました。はい、よかったですね、動画の方、見ていただいてお店の方に伺ってもらえればと思います。それでは今回の動画この辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。